とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、ボスラッシュ、やっていきたいと思います。この装備を使っていきますね。先日紹介した、ブロードソード。黄金が、爆発。エンチャントに、痛みサイクル、ダイナモ、リフレッシュ。ですね。攻撃力 50% アップがついてたからかわかんないですけども、めちゃくちゃ強かったのよ。これ使ってみて。で、今回のボスラッシュは攻撃力アップはついてないので、実際どうなのかっていうのがわかります。どうなんだろうね。痛みサイクルダイナモ。強いのでしょうか？あれはたまたまだったのかな？まあ行ってみましょう。それでは行きましょう。あ、いいね。いいね。最初から。パワーポーションが出てきてくれるのは嬉しい。いや、もう倒してる。ちょっと待って。え、強いよね。異常なぐらいにやっぱ強いよな。おう、いや、殲滅速度むちゃくちゃ速いよ。おう、いや、強くない？やっぱりとてつもなく、おい、なんだよ。ちょっと待って待て待て待て、おいおい、俺元を切り替えるの忘れてた。ちょっと待って、えらいなキャラクターが出てきたぞ。えらいなやつが出てきた。まあまあ、あえてこの名前は俺は出さないけども、ちょっとごめん。ちょっとごめん、俺のミスだわ。行きましょう。早く消えて。早く消えてください。あ、いや、でもやっぱ強いよ、強いよ。おう、あのね、50% アップで、めちゃくちゃ強かったのかなと思いきや、違う、これ素で強いわ。素でめちゃくちゃ強い。え、これ。あ、危ねえ、危ねえ。はい。あー、動けなくなったー。ダメだ。こうなるともう終わる。危なー。はい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 、ま、ああ危なかったらね、こうぴょんぴょんしてダイナモ食べてきゃいいんだもんね。いやいや強いよ。あ、ほら、あー、動けない、動けない。でもしかしてこの最後の敵、もしかしてだよね、やっぱりか。いいや、もう倒せ、正体がバレる前に倒してしまえ。いやー、でもやっぱ強い、このブロードソード、すっごい強いよ。しゃ あ、まあまあ忙しいけどね、ぴょんぴょんしてバシバシ攻撃しないといけないので、すごい忙しい装備ではあるんだけども強い。よし、オッケー、倒した、あと1体。ああ、矢がなくなった。あ、でも大丈夫。よし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 、最後は、あ、違う、これでいいな。痛みサイクルをちゃんと5まで貯めてから、ダイナモも貯めつつドラを入れてガシンと。はい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 、邪悪な村人から解放され、はい、ということで今日はボスラッシュやってみました。途中で、変なやつが出てきたの、あれはちょっと目をつぶっておいてください。あえてキャラクター名は出しません。これがね、ブロードソード痛みサイクルダイナモ付き、強いね、強い。うん、なんかわけわからんぐらい火力は出ますね。やっぱりダイナモで一回ピョンってするだけで、66万かダメージが上がるし、で、それプラス、痛みサイクルで、5倍ダメージがポンと出る。おお、いや、なんかね、このブロードソードとこれ、マッチするんだよね。すっごい強いです。これメインウェポンにしてもいいぐらいの強さですね。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。